はい、どうも皆さんこんばんは、リサリサさん、アヤナさん、ジョンさん、シェバさん、ドンタさんこんばんは、いらっしゃい。あ、おにゃにさんこんばんは、いらっしゃい。マイクと BGM の方は大丈夫でしょうか。あとなんか今日ちょっと YouTube の調子がねあんまり良くないみたいで、くるくるとかなってないですか。あ、テンさんこんばんは、いらっしゃい。どう？あ、BGM って言ってもね、今これちょっと流れてないかも。この画面はちょっと BGM ないかな。大丈夫そう？くるくる鳴ってない？これ、当たりの様引けたかな。あ、音のバランス大丈夫？ ありがとう、ありがとう。よし、それではですね、一応、ストーリーをクリアしまして、それの、まず感想を最初に言っていきたいなと思います。やってない方もおられると思うので、なるべくネタバレにならないように、感想を言っていきたいなと思います。まず、配信禁止エリア区域。あれの、あとずっとやってたんだけど、まず、一応最後の、ボスが、いるわけ。その最後のボスがすごい、こうなんか連続してあって、もうすごい激闘だったのね。でも、一応死ぬことなく一発で一応クリアはできたんですが、その後のね、ムービーだよね。なんて言ったらいいのかな。まず、私まだプレイしてないキャラクターが出てきたの。名前は伏せるけど、そのキャラクターが出てきて、え？って思って、私プレイしてないから、もうどういうことだろうって、ちょっと頭の中が、すごい、はてなはてなはてなになって。で、あ、でもこれ言ったらネタバレになるのかな。多分やった人はわかると思うんだけど、そこのシーンで、なんて言うの？すれ違うシーンがあるの。すれ違うシーンがあって、またさらに頭がすごいなんかハテナでいっぱいになったの。うん、どういうこと？みたいな。で、私の考察としてはね、エアリスが黄色い花が道しるべって言ってたから、で、その花言葉が再会だったから、多分その意味も含んでるのかな？っていうのが、私の考察。で、再会ってことは、いやでもこれ言ったら、やってない人にとったらネタバレになっちゃうな。こう伝えるのが難しいな。難しいんだけど、とにかく、もう結構頭の中が、すごいハテナで終わっちゃった。私の中ではね。そう、あるゲームをまだプレイしてないから、こう、どういうことなんだろうっていう。でもね、その最後の、ボス戦で言ってた、一言も、すごい意味深だったの。これを言ったら、これを言ったらね、ネタバレになっちゃうだろうから言えないんだけど、クラウドに、すごい、選択を迫られるわけ。で、それも、あ、どういうことなんだろうって思って。あ、坂津さん、マー君こんばんは。いらっしゃい。あ、マー君ありがとうございました。おやすみ。あ、トラさんこんばんは。いらっしゃい。で、そう、最後のボスがね、一言すごい気になることを言ってたの。で、それと、そのなんかすれ違ったシーンが、
なんかちょっと意味してるのかなって私は思ったかな。こうほんと言いたいんだけどね、言っちゃうとネタバレになっちゃうからこれ以上は言えないんだけど、いやでもね本当に、なんだろう、配信区域以降のボリュームも本当にすごくて、なんだろう、これを出すのに、この作品を出すのに何年もかかるっていうのがすごく、あ、なるほどなみたいな、それはかかるよねって最後すごく思った。謎、謎は楽しい謎のまま、楽しい謎ではないな、なんだろうな、私ある作品をプレイしてないから、そのシーンが何を意味してるのかっていうのがわからなくて、それを分かってる人はまたなんか違った捉え方ができるんだろうなとは思ったかな。あ、日遊びさんこんばんは、いらっしゃい。まあ、とにかくね、もう本当に、なんだろう、これで終わりでも、ストーリー的にはいいんじゃないかっていうぐらいの終わり方だった。うまく言えないんだけどな。あんまり言っちゃうと本当にネタバレになっちゃうから、いろいろ伏せて今感想を言ってるんだけど。だからね、私がプレイして思ったのが、そのまだ未プレイのそのキャラクターが出てきたゲームをやりたいと思った。その、あの謎のシーンを知りたいと思った。ういういしいその感想が最高だから大丈夫。大丈夫本当に。そう。後でね、あの、後にプレイして、こう話がつながるときを知るのがすごく私、楽しみ。あ、チッパーマンさん、タカランさん、こんばんは、いらっしゃい。そうです、今日はやり込みやっていきたいんだと思います。そう、なんかね、すごい謎が残ったままなんだけど、なんだろう、物語的には、これで終わっても、なんか全然いけるっていうような終わり方だった。あ、中村さん、こんばんは、いらっしゃい。よし、それではね、私の感想はこのくらいにしておきます。なんか、うまく伝えられたらいいんだけど、いろいろ伏せて感想を言おうと思うと、なかなか難しいね、これは。あ、エブキクッチさん、こんばんは、いらっしゃい。キノコニアヨゾさん、こんばんは、いらっしゃい。ぜひあのゲーム実況してほしいですって。あのね、一応手元にはあるんですよ、そのゲームが。で、その、それをしちゃうと先の話もネタバレになるんじゃないかっていう、いろいろあって、どうしようかなって悩んでます。悩んでるんですけど、自分の中ではね、すごく、その、なんていうのかな、ラストのシーンを見て、ものすごくやりたくなりました。あ、最後に出てきたその、言えないキャラクターは、私は、キャラ名は知ってるんですが、話の内容が全然わかんなくて、はてなはてなはてなってなりました。名前は知ってる。リメイク2はレベルは引き継がれると思うよ。出ればの話だけど。そう、いつ出るんだろうね、リメイク。続き、続編。そう、テンさんとね、同じ感想だった、本当に。そう、今ね、手元にあるの。その、機種とソフトが。あ、モーリスモモさん、こんばんは、いらっしゃい。あ、ヒロさん、こんばんは、いらっしゃい。そう、なんかね、やりたいなと思って、一応、ものはあるんだけど、その、もともとオリジナルのセブンをやってないから、それを先にやっちゃうと、こう先の話分かっちゃうよって言われて、
あ、じゃあどうしようかなって今悩んでるとこなんです。でもね、ちょっとやりたいなっていう気持ちが今大きいかな。え、それではね、早速、ちょっと感想はこの辺にして、ちょっとクリア後のやり込み要素、やっていきたいなと思います。で、私ね、この、ストーリークリアして、エンドロール見終わって、ここの画面で止めてあって、そのままなんだけど、とりあえず、そのやり込み要素をちょっとチラッとは見てきたんだけど、あれだよね、なんか闘技場みたいなやつとか、いろいろあるんだよね。あ、春夏さん、ジンアンダイルさん、こんばんは、いらっしゃい。そう、ユフィ来るからね。ユフィめちゃくちゃ楽しみ。ホワイトキャットさん、こんばんは。いらっしゃい。リメイク2に、レベル引き継ぎだと、新規が入ってこれないとか、いろいろ問題出てきそうだから、ないだろうなって考えて、あ、そうなの？うん。あ、YouTube 調子おかしい？くるくるなってる？あ、くるくるになってる。なんかね、昨日から、ちょっとね、YouTube 不安定らしくって、結構ね、いろんなところ見てもくるくるになったりとか、なってるみたい。もしさ、くるくるなったら教えて。そう、とりあえずね、ハードモードをね、やっていきたいなと思います。とりあえずじゃあこれってさ、どうやったらハードモード、どうやってハードモードに行けばいいんだろう。これチャプター選べばいいのかな？システムチャプターセレクト？あ、リメイク2から始めようとしても、ストーリーは最初からになると思うから、引き継ぎはあると思う。なるほど。これってどうやってハードモードにすればいいのかな？システムタイトルで、タイトル画面に戻ればいいのかな？あ、くるくるになってる。マジか。あのね、ちょっと、あまりにもくるくるがひどそうだったら、配信自体をね、次回に持ち越そうかなとは、思ったりもしてるんだけど。あ、かやちっちさん、こんばんは、いらっしゃい。トロコを目指すのですって、いや、目指していきたいなとは思ってます。どれぐらい時間がかかるかわかんないけど。時々くるくるするけど、大丈夫な時間の方が長いので大丈夫です。あ、本当？あ、チャプター1から選べば、ハードモード選べれるってこと？あ、全くくるくるになってない？たまにくるくるに数秒なるけど、ほぼライブ。あ、ほんと？あ、チャプターセレクト時に難易度選べたはず。なるほど。じゃあ、チャプターセレクトで、チャプター1からやってきましょうか。あ、許容範囲？あ、じゃあもし、あまりにもね、くるくるが長くても、見れないよって、なったら、教えてください。じゃあ、これだっけ？システム、チャプターセレクト、これだね。各章遊び直すときには、その章のストーリーやクエストのデータは一時的に初期化されます。なるほど。あ、じゃあ、これでチャプター1から、あ、本当だ、選べれる。じゃあ、これでハードモードで、やっていきましょうか。では、早速、ハードモードでチャプター1やっていきましょう。これね、
OK。 ハードモード難しい。あ、できるかな私。あ、ここから見れるのね。これ見るの2回目だけど、やっぱすごいよね、この FF7 リメイクのこのグラフィック。よし、頑張るよ、ハードモード。脳筋プレイで。脳筋プレイで頑張るわ。あ、ダッテさんこんばんは、いらっしゃい。いやー、いいわこのオープニング。これ何回でも見れる、本当に。あ、シモ3355S さん、こんばんは、いらっしゃい。ほんとこのオープニング素敵だよね。かけごはんさん、こんばんは、いらっしゃい。そう、ハードってアイテム使えないんだよね。私さ、めちゃくちゃアイテム使ってたのにいけるかな、ハード。脳筋では難しいですよって、やばいな私。土屋さんこんばんは、いらっしゃい。うん、そう、これ今ねハードモードのチャプター1です。いやー、エアリス美しい、本当に可愛すぎる。いや、なんかさ、これストーリークリアした後に見るとなんかまたさらになんか違って見えてくるね。ヒーローさんこんばんは、いらっしゃい。いや、なんかこうストーリーを知ってから見るのと知らないで見るのとやっぱ全然違う。あ、ヤマトバさんこんばんは、いらっしゃい。自分もストーリークリアしましたよって。あ、おめでとうございます。あ、ルシファーさんこんばんは、いらっしゃい。ハードモード頑張れって、ありがとうございます。ハードモード頑張ります。ベンチで休んでも MP 回復しないの？マジか。え、じゃあさ、ベンチで回復するのって HP だけなの？私アイテムは使えないけど、あれ普通にベンチで回復できるかと思ってた。あ、なんかここのシーンさ、やっぱゾクゾクする。そうだ、こっから始まるんだよね。あ、私もね、ヘルハウスはめちゃくちゃ苦戦した。
くぞ新入り。来たこれ。ちょっと待って、 MP 回復しないときついよねこれ。今日の配信は指示して大丈夫ですか？セリフです。ん？選択でセリフが変わるので、もうストーリー自体はクリアしたので、ネタバレとかは初めて戦う敵とか戦い方のアドバイスは最初はなしでお願いします。それ以外は全然言ってもらっても構わないです。じゃあ行けますか？止まれ、何者だ。そう、うまく戦っていかないとね。これ侵入者、おとなしくしろ。OK、 やっぱ最初は大丈夫だな。最初はやっぱ大丈夫よ。何事だ。おい止まれ。ご苦労様。来た。よいしょ。戦い方は完璧じゃないか。自分で言ってるけど。ここからなんか敵結構まさか来たっけ。抵抗はやめろ。作戦通り。さすがっすね。だいぶ戦い方はね、ラスボスでかなり鍛えられたと思う。とりあえず MP あんま使っていかないように戦っていこうか。あ、やば。食らってもた。当然の結果だ。食らっちゃった。まあまあまだまだ大丈夫か。あ、宝箱。あ、ポーション。え、でもポーションに入手したって書いてあるけど、使えないんだよね、アイテム。使えないけど、アイテム手に入るんだ。どういうこと？チケット取れたら、FF7 リメイクのオーケストラコンサート行ける。それ、すごい、いいよね。生のオーケストラでさ、この BGM 聴くのとかすごい良さそう。ほんとさ、FF7 の BGM ってすごいいい曲ばっかだよね。どっち行くんだったっけな。で、ソルジャーが何だってうちらの仲間になるの？その人キャリアを捨てるわけ？名前なんだっけ？元ソルジャーだとよ。うん、名前はクラウドストライフ。武装路線で行くとなればプロフェッショナルの参加は不可欠だ。俺は歓迎するね。勝手に仲間にするな。仕事が終われば他人だ。そうだ、最初はまだこんな感じだったんだよ。ちょっとめんどくさいやつか。いやでもなんかこうやってさ、ジェシーとビックスがこうやっているのを見るとすごく嬉しい。まずは顔、基本でしょ。どうせ俺は基本になっちゃうんだよ。っていうか出場種目が違う。来た来た、バレット。ただの金目当てならここまで来ないっすよね。クラウドさんだって星の未来を思う気持ちは俺たちと興味ないね。ウェッジ。高い金払うんだ。がっかりさせんじゃねえぞ。
まだこの慣れ合ってないこの感じがちょっと悲しい気がする。なんかこうやってさ、一回クリアしてしまってからやると、なんだろう、こう余裕を持って周りを見れる気がする。あ、この音楽とムービーも流れるの。え、それなんかすごいいいな。すごい迫力だろうな、生演奏で。あれ、これどっち行くんだったっけ。こっちだな。あ、ヤマトバさん、それ内緒だよ。それ内緒内緒。攻めるぞ。沈め。いやでもここでさ、使っちゃうとあれなんだよね。覚悟はいいか。いや、行け。行け。どうってことない。あ、まだいる？大丈夫、いない。あ、マサさんこんばんは、いらっしゃい。ヤマシのティファ可愛すぎるって。あ、サムネのやつかな。あ、アイテムはモード切り替えた時に使える。あ、使えるんだ。なるほどね、モード切り替えた時のやつね。クラウドさん、リフトで上に待ってるっすよ。なんかね、最初さ、右上にマップが出てないじゃん。わかんなくてさ、あれこれ、あ、で、出るじゃん。出るじゃん。え、でもなんか丸っこいの出てなくない？これまた最初からなんか設定しないといけないとか？あ、そっか、チャック弾が手にあれば回復できるのか。そうかそうか。ちょっとマテリアちょっと見返してみる。 HP 吸収はついてる。あ、でもまだね、ヘイストか。あ、どうしようかな。ミアベルは絶対つけていきたいんだけど。あ、でもさ、今これ廃化する必要ないよね。今一人だからこれ廃化じゃなくて、ここチャクラとかにしとけばいいのかな。あ、はやきーさんこんばんは、いらっしゃい。あ、違う、間違えて、まだボタン押しちゃうわ。ちょっと待って。MP マテリアね。これさ、いろんな人に今つけてんだけど、拝借すればいいのか。とりあえず、チャクラどこだ？あ、チャクラでもこれマックスになってる。チャクラと回復はね、 MP 結構ガツガツ使っちゃうから。ティファが今育ってんのかな。これでどうだ。今 MP30% アップついてるから。いや、私ね、一周目でね、見破れてないやつ結構いるのよ。でだよ、あっち行く。今、こっ
これ登ってきたんだよね。あ、陽介さんこんばんは、いらっしゃい。頑張ります。こっちだ。いや、これほんと箱大事だよね。 MP 回復チャクラでさ、どれぐらい回復するんだろう。いいぞいいぞ、任せた。わー、来た。勝てるか。えっ、オッケーオッケーオッケー。あ、間違えた。飛ばそう。ここで仕掛ける。ちょっとここでさ、チャクラ使っといた方がいい。まず消えろ。行け。当然の結果だ。そうだ、見ないといけないんだよ。私これだ。この人間人間特殊戦闘員も見破ってない。ちょこちょこ見破ってないな。ここら辺もそうだし。あ、MP はチャプターのボス戦までなるべく温存して最後に一気に使う感じ。なるほど。え、チャクラってさ、どれぐらい MP 使う？あ、使わないのかこれ、 MP は。そう、多分ね、虫眼鏡のマークがついてないやつが見破り忘れてるやつ。あ、こんなにいっぱいいるの。オッケー。いたぞ、捕らえろ。えっ、ここまで。オッケーオッケーオッケー、オッケーよ。終わったな。見落としがないかだけちゃんとしていかないとね。箱ほんとこれ結構重要な気がする。で、何がいたっけな。おいおい、後ろ急げ。これあっちっす。オッケーオッケーオッケー。こっち。あ、ジェシーについてけばいいんだよね。そうだ、一番は航路、このシーンあったな。泣く子の腕さえひねるソルジャーといや、シンナの探検。魔航路は初めてじゃねえんだろ。俺を魔航だまりのブリッジまで案内してくれ。教えたくねえってか。シンナに未練たらありじゃねえか。中堅スタンプかよ。拒否したって意味ねえぞ。もともとお前抜きで立てた作戦だ。マコーロは建造された時期によって構造が違う。この形式は初めてだが、なんとかなるだろう。で、話しかければいいんだったっけ。待ってて、今ビックスが扉を開けるから。せかすなよ。おい、ロック解除。お、ロック解除。誰だ、閉めろ。あ、ここ一人だったっけ。観念しろ。こっちのセリフだ。相手を一人、助けろよ。よいしょ。とりあえず回避しながら、その HP 吸収も使ってて。あれ、意外とさっさと行くぞ。サクッと行けた。集中しろ。後ろは任せてくれ。これあれだな、 HP 吸収をいかにうまく使いこなせるか。パスコードの情報は分派の同士が手に入れたの。あ、
分派はこっちか。活動方針で揉めちゃって。はい、ロック解除。気張っていけ。オッケーオッケー。ジェシーを待たせるな。あ、箱ある。でもここでさ、あれだよね、苦戦してたら絶対先進めないよな。サクサク言って当たり前だよな。ティファの知り合いでしょ。好奇心むき出しで聞くけど、どんな知り合い？FBI グールさん、シノッチさん、こんばんは。いらっしゃい。クラウド、また無視した。かわいい。俺たちは、出た。これ死んだビルだよね。わあ、出た出た。このネズミどもはアバランチを名乗っているようです。とはいえ、かつてプレジデントの命をつけ狙ったあのアバランチとの関係は不明。現在調査中ゆえ、今少しのご猶予。うん、てめえが飯食ってる時、眠りこけてる時も、このバカでかいポンプが魔鋼をガンガン吸い上げるわけだ。休みなく容赦なくよ。お前、魔鋼の正体を知ってるか。魔鋼はこの星の血だ。俺たちの体を流れる真っ赤な血と同じ。ってことは、このまま吸い続けたらどうなるよ。星の悲鳴が聞こえねえか、クラウドさんよ。あんたには聞こえるのか。この熱いバレットが懐かしい。医者に行け。うん、てめえ。星の未来より5秒後の自分を心配するんだな。あんたの悲鳴なんてゾッとする。確かに。あ、バット娘さん、こんばんは。いらっしゃい。あ、これね、ハードモードでやってます。ここからは慎重に行く。少しでもおかしな動きをしやがったら容赦しねえ。中距離連射型の警備兵器ね。あ、いたな、そういえば。中距離連射型クラウドの賢者、苦戦は必至。うるさくても我慢してね。がっかりさせるな。あ、ハッピーちゃんさん、こんばんは。いらっしゃい。いつも見てますよ。頑張ってくださいね。ありがとうございます。いつもありがとうございます。そう、ここであれだよね。違う、ここにさ、ここでバレットと交代してみたいな戦い方だったよね。どうだ、覚えてるわ、はい、ガードしていかないといけないの。待ってろ。え、でもここであんま MP 使いたくないからな。なるべくなんかちょっと頑張って使わないでいきたいんだけど。うわー、当たんなかった。まだまだや、こっちだな。これはクラウドに行くのは働き邪魔だ。どういうこと。よいしょ。届く。
け。オッケーじゃないわ、まだいるのか。これだけでも勝てたな。どうだろう。オッケーなんだけど、これはまたちょっとバレットを、またこれバレットのさ、マテリアも考えていかないとって感じだよね。あ、そうだな、MP が欲しいよね。祈り、祈りもちょっといいかもしれない。これどうしようかな、何を持っておくべきか。MP アップ2つつけた方がいいかな。ただ何を、何を何をな、霊気はとりあえず今はいらない気がする。これとこれを変えて、魔法追撃は今はいらないか、外しておこう。霊気、霊気、まあでも育てるっていう意味ではつけててもいいのかな。で、MP アップをつけよう。これでちょっと多少は、多少は大丈夫？治療もいるのかな？あ、録画班ウィンクピンさん、スキャンダルさん、こんばんは、いらっしゃい。お帰りなさい。やっぱ MP アップがやっぱ鍵になってくるか。やっぱこれちょっとさ、自販機あったら、MP アップのマテリア買い足した方がいいのかな？なんかそんな気がするよね。あ、こっちじゃん。あ、違う。こっちから来たんだっけ？こう来たんだか。こっちか。なんか、最初の頃もここで迷ってた気がする。警備システム稼働中だ。あ、出たこれ。情熱的な眼差しだと思わない？見つかったら、やけどじゃ済まないよ。どう進めばいいか、知ってるよね。分かってる分かってる。レーザーは一定間隔で明滅する。消えたタイミングを狙って進む。さすが。じゃあ、まず私から。スリルが大好物なの。おい、その綺麗な目にしっかり焼き付けてね。これハードモードだからって言ってレーザーめっちゃ難易度上がってるとかはないよね。 OK。 そうそう、その感じ。キル、余裕だね。あ、庄司ひよりさんで合ってるかな。こんばんは、いらっしゃい。お父さんといつも見てます。 ありがとうございます。ありがとうございます。これ怖いね、ちょっと。 OK。 さすが元ソルジャー。私最初の頃さ、ここ下の階で当たってった気がするんだよな。さあ、行こう。ちょっと慎重に行こう。ああ、ちょっと。どこまでのアドバイスが OK なのか明確にしといたら。とりあえずバトルでのアドバイスはなしでお願いします。それ以外はもう私ストーリーはちゃんとクリアしたので、言っていただいても大丈夫です。これタイミングこんな難しかった？ちょっと待ってあ、ハッピーちゃんさんの娘さんなんですね。あ、いつも親子でありがとうございます。ちょっと待ってちょっと待って、これやばくない？こんな最初からさ、ガツガツ食らってく？ちょっと待って、なんとかここまで取れた。これはちょっとひどいぞ。私バックハポイ見て、あれ、あー、いたいた。これヘマしたらお掃除されちゃうかも。その前にスクラップにしてやるさ。スクラップにする前にこっちがスクラップされそう。あんなにガツガツ当たってくとは思わなかった。エーテル、エーテルでも使えないんだよな。私の大好きなエーテル。と
りあえずね、大丈夫なのかな。でも回復できないもんね、これ。本当大丈夫かな。ちょっと本当今だと思ったらさ、あ、ちょっと。力力防御力ともに桁違いや。なめて。あ、ノブゾンさんこんばんは、いらっしゃい。とりあえずさくら、さくら使おう。そっちは任せる。引き込んどけ。あー、ちょっと、こんなんだったっけ。はい、いや、ちょっと祈り、あ、そうだ、 ATB さんに使うんだわこれ。たまった。これあれだね、ショートカットもちょっと変えないといけないな。大したことはねえ。そんなもんよ。やばいな、バレットがやばい。沈め。ちょっと待って、最初からなんか積んできそうな。どけどけ。あ、リサさんこんばんは、いらっしゃい。これこれやばないか。このまま動きを変える。畳みかけろ。ちょっとバレットに変わって、待ってました。ちょっと祈りしてこう。復活しちまったか。チャンスは自分で作る。もう一度行くぞ。狙う。これなんかそこだからやば。どうしようかな。今だ、仕掛ける。来た来た来た。バレるまでもね、全力で潰す。叩き込め。ちょっとここでバレットに代わって、ちょっと祈りをしつつ、まだ潰れ。まだだ。受けて。あー、ダメだ。このタイミングじゃなかった。あー、マジか。お手上げか。助けてやろうか。これまずくない。あー、クラウド死んだ。マジで。ちょっと待って、これはこれはダメダメダメ。どうすんのこれ。クラウド死んでどうする。やばくない。休めだけどな。やばないか、これこれどうやってバレットで戦えばいい。ここでまさかのサンダー使っていく。マジか、どうしよう。そんなバカな。食らうな。どうしよう、これはやばい。なんてことはねえ。よっしゃ、けっ、そうだ。これ本当にまずい。どうする。そうだ。バレット全然火力がないんだよな。はあ、でこれクラウドどうすんの。クラウド、あ、1になるんだ。いくつだ。ファーストだ。あ、いや、これさ、4326、どうやって回復する。いくつって聞いたら年じゃねえのか。普通はよ。ちょっと待って、どうしよう。ソルジャー様が普通のはずねえよな。はいはい、ファーストね。行っちゃいかな。覚えとくぜ。どうしようこれ。ちょっと待って、回復、回復入れるしかない。どうしようこれ。あー、どうしようかな。待って、これ治療をちょっと一回外して、回復入れて、バレットで回復する。継
とりあえず。あー、範囲外にすればよかった。範囲外にすればよかった。なんてバカなことをしたんだ私は。あ、ハニータロさんこんばんは、いらっしゃい。待って待って待って、これ範囲化にするべきだったわ。めっちゃもったいないことした。バレットも回復したのに範囲化にしてたら。わー、やっちゃったーやっちゃったよー。どうしようか、まあ、とりあえずじゃあ回復外して、どうしようかな。かといってさ、そんなにほど、あ、どっちもチャクラをさ覚えておけばいいのか。祈りも大事だし、あとはもうあれだな、ちょっと考えながらやっていかないと。これボスいけないかもしれない、私のこの今の状態だと。かなりまずいよこれどうするこれ。ここが魔鉱炉の中心、あそこに爆弾を仕掛ける。あれ、これ鬼畜だ。しかもバレットさ MP めっちゃ低いんだよ。わあ、これはちょっとな。なんか沼りそう。あ、田中徹さんこんばんは、いらっしゃい。ハードはテクニックも必要。本当にその通りだよね。この私これこれ本当にやばい。ちょっとさ、バレットの操作がさそんなに慣れてないしさ。ここを降りたらいよいよそう、ガードとね回避がいかに大事かって感じかな。そっちじゃない、はしごで降りて。オッケーオッケー。なんか最初にやった時もなんか同じことやってた気がする。あ、敵がいるわ。アイテム、じゃあちょっと回復、回復したいな。あ、もう出たよ。沈め。あ、で、バレットに変わった。あれ待ってました。オラオラ、オッケー。あ、そうだ、ショートカットをさ、バトルセッティングか、祈りと、あー、どうしようかな。あ、なるほど、箱開ける前にちょっと MP 使って回復するのか。そっかそっか。じゃあゾコンジャはね、いらない気がするな。チャクラ、チャクラ、祈り、こんだけあればいいか。で、クラウドだよね。ブレイバーは使ってる。チャクラ、ここでチャクラを入れればいいか。とりあえずクラウドは回避しながら攻撃して HP 吸収していこう。落ちたら星の中か。すぐに魔道路が吸い上げる。あ、違う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 。仕掛けだ。終わりだ。そう、回避をしながら。これね、ちょっとは。あ、開いた開いた。こんなものか。これ箱壊れてる。大丈夫だよね。じゃあバレットで。マテリアをちょっと範囲化。ちょっと待って、
霊気はちょっと後回しにしよう。範囲がどこ行った？ここに範囲化を入れて、MP アップは外せない。封じるではなく回復、ちょっと今だけ。いやでもこれさ、クラウドでした方がいいのか。魔力依存だもんね。魔力依存だから。これでいいや。とりあえず今はこれにして。ケアルラーでいいのかな。ガーまで行くとね、12使うもんね。ラーにしとこう。オッケー。で、だよ。ってことはさ、サンダーも、あれだよね、サンダーも、あれだよな。クラウドの方が良さげかな。で、とりあえずこれを、あ、違う、毒じゃない。あ、どうしようかな。MP アップがね、もう、ないんだよな。蘇生か。これ、どれにする。ミアベルをバレットにして、先制攻撃は欲しいからね。で、そう、あの反撃もしないといけないね。反撃の構えと、あのモード変えてガードにして反撃できるように。あ、どうしようかな。あれだよね、ヘイストをかけてくんだったら、はいかーしてきたいよね。チャクラ、マジカルいらないわ。これでどう？これ、ハイカでヘイストをかけれるから、ATB ゲージも溜まりやすくなるし、ボス戦にはいいんじゃないかな。とりあえず一旦セーブしよう。一旦セーブしましょう。で、ここで回復したから、OK、MP は回復した。で、いよいよだぜ。あー、来ちゃった。いよいよだぜ。そうだ、ここであれが出てくるんだよ。さあ、一応ね、バトル以外はアドバイス OK です。わー、めっちゃ怖いんだけど、これ。わー、来ちゃった。私が最初にすごく苦戦したやつ。さーて、シンナが送り込んできた犬じゃないってことを証明してもらおうか。爆弾はお前がセットするんだ。ティファの連れってだけじゃ信用できねえ。仲間になりてえなら。何度も言わせるな。俺は雇われただけだ。だったら黙ってやれよ。これ本当に何回見ても面白いな。
分かんなかったんだけど、クリアした後だったら、あ、そういうことなのかって思っちゃうな。問題ない。タイマー。あ、ATK さんこんばんは、いらっしゃい。お前が決めろ。え、これ20分しか選択肢ないじゃん。最初ってさ、20分と30分なかった？ハードって20分しかないんだ。マジか。自信あんだろうな。やばい、震えてきた。めっちゃ震える。もう、はめやがったな。来るぞ。なんだと。いけるかなこれ。おい、こいつ。マジな。戦中はの強化装備。メカはいかずに弱い。魔法で攻める。ここで。やるしかねえが。やめていくぞ。なんだこれや。狙われている。でこれで。サンダラ。驚け。なるほど。確かに効いてるぜ。続けていくぞ。で、ラピッドチーム。うわ。え。ちょっと待って、あんま効かないんだけど、どうするこれ。あ、もうこういうとこだよね、こういうところはさ。来た来た。で、インフィニティエンド。来た来た。これだよこれ。ここで37って効かないのかな。驚け。どうだ。来たね来たね。あ、違う、そっちじゃない。反撃の構えをしたかった。そんなもん。どうなるんだっけ。あ、でも最初にあの魔法を使わない方が良かったかな。なんだありゃ。マリアか。この防御システムは初めてだ。待て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 。あんたがなんとかしろ。これでバリアコアだよね。撃たれる。あ、ブロックされる。あ、マジ。そんなことあったっけ。本体ブロックだ。あ、これこんなんだった。あ、あ、やばい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 。絶対当たってねえぞ。ちょっとヘイストかけていかないと。あれだわ。腕が鳴るぜ。よし、これで祈りしてこう。簡単に倒せるもの兵器とは呼ばない。どっちの味方だよ。あーれ、どうやって戦うんだったっけな。狙うぜ。まだまだ。あ、どうしよう。あ、確かね、これ見破ってないはず。OK、見破った。バリア展開中はバースト程度貯めることができない。え、あ、雷無効になってるんだ今。なるほど、だからか。で、弱点がないんだ。なるほどね。しょうがないな。おい、このまま続けて本当に倒せんのか。これやばいね。てめえの方がサボってんじゃねえか。え、ミサイル来るんでしょ。分かってるんだけど、分かってるけど難しい。いけんだろう。いや、覚悟はいい。あ、違う。弾かれるのよ。そう、どうすんの。こんなんだった。背後から狙う。あ、そっか、背後から狙うのか。はいはいはい。あ、これ、これ前だわ。投げ払い。
弾かれる。やってやる。えっ、ああやば。切り込む隙を。待てよ。ミサイル来る。ここすごい見づらいな。何？ちょっとこれカメラワーク、カメラワーク見づらいぞ。もうちょっとさ奥に、あ、移動してくれた。攻撃点を。ここで反撃の構えとか。まだだ。あ、違う。もうボタンを間違えてる。あ、まずいまずいまずい。ちょっと待って待って待って。死んじゃう死んじゃう。死んでまう死んでまう。これやばいな。チャクラ。まず。で、どう来るんだっけ。全然減らせてないよ。4分の1ぐらい今。ちょっと兵士とかけてこう、兵士とかけれないみたい。そうだ。オッケー、ここで兵士と。どんどん行くぜ。返してるぜ。で、背後から狙う。で、ミサイル厄介だな。警戒を。覚悟はいい。あ、違う、ダメ。隙を見て回復しておこう。やべ、全然さ攻撃覚えてないから。はっ。うかつに近づけない。背後すごく取りにくくない？あ、フィールド。これこれダメだよ。危ない。隙を刻む。あ、違う。違うよ。まずい。これはまずい。とっさにさ反撃の構えが出ない。全然違うボタン押しちゃう。限界を超える。来い。近づけない。後ろに近づけないよ。まだまだ。オッケー、来た。仕切り直す。見極めよ。来た来た。あ、やっぱ反撃の構えをさちゃんと近づかないとダメだわ。黙っていけ。うわあ、ここで使っちゃったー。ちょっと当たんないよそれ。それは当たらんぞ。ちょっとせっかくのクライミングサラダがもったいないな。祈りをしてこうね。行けんだろ。集中してくれ。おいしょ。狙う。攻撃だけはする。ダメ。これは近づいちゃダメだ。本当は反撃の構えにすればいいんだろうけど。あ、もうまたバイジェクだよ。これあれだもんな、撃ってくるでしょ。こんな時何もできないのかな。サモン溜まってるけどどうしようかな。痛いよ、全部の攻撃が痛いよ。オッケー。攻撃だけだ。やっぱ反撃の構えちゃんと使っていこう。これダメ、これダメよ。やってやる、行くぞ。よいしょ。
これはダメだ。ここで、あ、でも向こうだもんな。向こうだからダメだ。はてどうしよう。任せとけ。ちょっとめちゃくちゃこれはあれだな、きついな。気合い入れてけ。最後だけはちょっと取っていこう。このミサイルがさ、早すぎてさ、対応ができないんだよな。回復が必要だ。おお、なんか来る、なんか来る。ちょっと待って、ちょい待ち。ちょっとね、バレット、バレットで祈りをしていこう。これ相当きついな。動ける。まずい。なんか来るよね。これ来るから着弾にしとこう。今でちょっとやっと半分ぐらい。HP はある程度貯めておこう。このミサイルが本当に厄介。どうすんのこれ。あー、もう勝った。溜まってないのよ。わー、きついなこれは。そっちはどうだ。回復して立て直す。回復ができない。また2歳に来る。どうするんだこれ。これもう避けれない、避けれないし、後ろ取れないし。オッケー。これって今効くじゃんこれ。このダメージ。来た。分かった。通常になってる時に3段入れてこう。どうやってこれ避けるんだったっけ。直撃したらただじゃ済まない。鉄骨に身を隠せ。ねえ、間に合わない。ちょっと助けねえからな。なんだと。ねえ、ちょっとひどくないか。これ終わったな。隙あるか。打ちまくってやる。これ終わったぜ。俺が欲しいの力だ。間に合わなかった。そうだ、これなんか最初も同じ失敗してたな。前に行かなきゃいけなかったんだよ。何やってんの私。あ、死んだ。あー、これ今何分戦ってたんだろう。何分ぐらいだった。多分10分ぐらいは戦ってた気がする。そのあれ前にさ行って、ガラクタでさあれを防がなきゃいけなかったのに、うっすら下がっちゃったから全然間に合わなかった。いや、でもこれで戦い方は分かった。大丈夫なはず。いや、でもあんだけ頑張って半分。いや、でもあのガードがかかってない時は3段が効くから、それをちゃんと合間に入れてやっていきたいね。ちょっとこれはね、マテリアマテリアね、これでいいのか。蘇生がね、だいたい死ぬのって
クラウド操作してる時間の方が長いからクラウドな気がするから、そうだな、これとこれでどうだ、あとどうしようかな、サンダーがさ、これ育ってないやつなんだよね、サンダラなんだよな、でもガーばっかり売ってっても MP ガツガツ減るよね、ラーでいいのかな、合間にサンダラ入れてっていう感じにしていけばいいような気がするんだけど、とりあえずね、うん。あ、なんかちょっと待って、私なんか全然違うやつ入れてるわ。耐性。毒時間封じる消滅。まあどうしようか。こうだよね、こうだこうだ、これでどう、クラウド操作してる時間が結構長いから、もうクラウドでヘイストかけてサンダラ打ってって感じバレットはあれだね、サポート役、ガード強化もちゃんとついてるし、もう一回これでいってみようか、とりあえずセーブして、マテリア装備とか言いたくなっちゃうけど我慢しますってありがとう、そう確かにね、いろいろとマテリアの個数が足りない感じが気がする、あ、BCD さんこんばんは、いらっしゃい。クリア後にイベントとかあったの？クリア後というか、配信禁止エリアが、ストーリークリアまで続いていて、結構長い時間ありました。あ、猫ドラさんこんばんは、いらっしゃい。いやー、これ、あれだね、やっぱりマッテリアをちゃんと育てておかないと、しょっぱなから結構きつい感じだね。まあでも、なんとかいけないかな。どうしようか、耐性毒。この耐性毒がね、いらない気がするんだけど、状態異常してこないもんね、今。最悪、回復一応使えるように入れておこうか、じゃあ。いざっていう時のために。レイズって、一個しかなかったっけ？多分この感じだとバレットそんなに、ほんといざっていう時ぐらいしか多分使わないから、あ、蘇生あるわ、これでとりあえず行ってみようか、あ、ケイヒラオさんこんばんは、いらっしゃい。なんかね、読み上げがね全然機能してないね、武器のアップグレードも、あ、でも16だから1個上げれるか。16でしょ？これ上げとこう。
あ、これはあげれないな。装備、装備か。でも装備ってこれ今持ってるのが、装備してるのが多分一番あれなんじゃないのかな。とりあえずじゃあこれでいこう。そう、バレットはいざっていう時の回復役で、とりあえずクラウドさえ死ななければいけるでしょう。よし、やっていこう。さーて、シンナが送り込んできた犬じゃないってことを証明してもらおうか。よし。爆弾はお前がセットするんだ。ティファの連れってだけじゃ信用できねえ。仲間になりてえなら。何度も言わせるな。俺は雇われただけだ。だったら黙ってやれよ。いや、ここのバレットめっちゃ好きだな。ハードモードこんなに難しいと思わなかったわ。いや、だってチャプター1のあのボスで、あの強さでしょ。ちゃんと戦い方分かった上でやらないときついよね。問題ない。タイマーはどうする。あんなカチカチだとは思わなかったよ。自信あんだろうな。よし、ちょっとこれで決めたいね。出てきた出てきた。はめやがった。とりあえず背後狙いつつ。来るぞ。なんだ。バリアが外れたらサンダーで攻撃。あと反撃の構えをちゃんと使っていく。おい、こいつ豆知識は。戦時用の強化装備だ。メカはいかぶちに弱い。でここで。魔法で攻めろ。テイストをかけていこう、ちゃんと。最初からちょっと食らいすぎじゃない君。やばいんじゃねえか。オッケー。おいおい。あ、ここ取れよ。オッケー。このジャンプした時もちゃんと反撃の構えを使っていけば。あ、当たんなかった。脇払い。反撃の構えしたのに。しびれる。なるほど、確かに効いてるね。これはカーブだな。ここでさ、あ、でもここで別に出なくてもいいか。どうせ。行け。あ、そうだ。これ捕まるんだわ。ソルジャー様のお手上げか。助けてやろうか。全力で戦う。ここでインフィニティエンドでいいんじゃないか。耐えられるか。OK、 ここまで削るのはちょっと早くなった。やっぱこれ反撃の構えとサンダーの使いましょう。あ、なんか結構ギソギノックする気がする。これは背後だもんね。だったらあんたが何だ。ミサイル来るでしょ。見つけた。バリアの隙を突く。ダメ、これで、フェイスをかけていこう。絶対振り上がって。手っ取り早く。これがさ、本当に食らうわ、毎回。まずい。
ナで回復して、まあ、またスコーピオンティール来る。違う、これ下がらないとダメだわ。集中していく。これ、来た来た、OK、まだだ、撃てろ。あ、違うな、違ったわ。いつでも来い。これはちゃんとガードしていかないと。で、降りてくるでしょ。で、ちょっと一回回復して、ミサイルは、このミサイルが本当にね、後ろを取りたい。で、またこれ来るでしょ、ミサイルが。あ、違った、スコーピオンティールか。反撃の構えできたね。あ、ダメ、これ今んとこ結構いい感じに戦えてんじゃないかな、これ。覚悟はいい、攻撃だけ。うーん、食らう。仕上げだ。ははっ、違った。ここじゃないんだな。腕が鳴るぜ。近づきすぎて自爆するな。下がってるな。あ、これ見破る、やり直さないといけないよな。ちょっと待って、うわー、やり直さないといけないわ。バレットがたまらないことには何もできないな。やってやる。ここで、あ、電磁波。ここでさ、よいしょ。うーん、危ない危ない。テイストかけてって、バレットでちゃんと見破ってこう。邪魔ばっかしやがって。見破った。期待してるぜ。行け、オッケー、反撃の構え決まった。引き入れます。で、またあっち行った。切り込む隙を探る。撃たれろ。はい、距離感はちょっといい感じ。さあ、ここで、いや、でももう少しでバーストしそう。攻撃だけが攻撃じゃない。さあ、バースト。で、これね。よし。そっか、半分だったらこのイベントが入るから意味ないのか。で、前にダッシュね、ここは。前にダッシュだよ。走る走る。どうすりゃいいんだ。直撃したらタラじゃすまない。よし、これで、これでいいよ、これで。また来るんでしょ。 OK、 攻撃後の隙を突く。いいよ、攻めるぞ。ダメダメダメ。これ今雷効くよね。効くさ。当たる。沈め。あ、痛い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 。ちょっとこれは回復していこう。で、バレットに変わって、ここでちょっとフェアルが入れてこう、ちゃんと。いや、ラーでもいいのかな。気合入れてけ。よっしゃ。これ、これ食らうんだよな。これ絶対食らうんだよ。ちょっとしょうがないからフェアルが入れてこう。気合入れてけ。そっちはどうだ。
これでリミット入んないかな。惨劇に踊れ。いいよいいよ。また来る。来る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 。オッケー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 。来るよ来るよ。そっちはまだ。これね。攻撃後の隙をつけて攻めるぞ。インフリート呼ぼう。足場さん了解です。ありがとう。行けんだろ。下がってよ。沈め。あー、こっちじゃなかったな。失敗しちゃった。あ、また、また来るよこれ。隠れるしかねえのかよ。食らいたいなら勝手にしろ。よ。あ、間に合わないと思った今。危なかった。攻撃後の隙をつく。攻めるぞ。あ、ダメダメダメ。これはダメだよ。ちょっとヘイストかけていこう。手っ取り早く。これこれ食らう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 。あ、なになに、あ、インフリートがもう帰っちゃう。4000は消えた、いいよ。あ、次はなんだ。これなんだ。修復機能か。修復機能。あ、ダメ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 。後をつけろ。燃えてきた。相手が隙を見せたチャンスだ。それまでしのぐぞ。フルバースト。出なっ。この。いけるよ。これはダメだ。これ今効くよね。するだけ切るんだ。この隙に攻めるぞ。あ、この隙に攻めるぞ。OK。 覚悟はいい。逃げた。あ、来る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 。ねえ、これで足よ。オッケー。あともうちょい。ここでインフィニティエンドに行かないかな。空腹してる。あともうちょいなんだけどな。これ削りきれないな。きつっ。待って、めっちゃ回復してない。畳みかける。回復が下がるんだけど。あー、使っちゃった。ダメだ。驚け。あ、バースト来てよ。集中して。ただね、すごく相手の回復スピードが速い。攻撃を続け。来た。よし、来た来た。あ、射撃マニュアル第4巻。近づけて。
爆破まで。さあ、こっからだ、こっから。いや、これ2回目だけど見るのめっちゃ鳥肌立つ。これはいい、功労賞はあのサソリにくれてやる。急げ、脱出だ。オッケー、ここから脱出ね。ベッジが逃げ道を確保してる。全力で戻れ。おしおしおし。あ、拍手ありがとうございます。ありがとう。なんとか2回目でクリアできたよ。こっちか。ちょっと待って、あっち何もないの。ちょっと早いな、バレット。あ、みんな拍手ありがとう、本当にありがとうございます。消えろ。やった。お、先制攻撃マテリアが成長した。そうだ、これ途中でさ敵が出てくるから倒しながら逃げなきゃいけないんだよね。そうだ、ジェシー迷子になるなよ。こっちだよね。今ごゆっくりに出たら爆発されるよ。足が挟まって。あ、でもここ時計止まってるな。サンキュー。おい、あそこで合流だ。ジェシーを頼んだぞ。オッケーオッケー、任せろ。こっちこっち、ここ行けばバレットと合流できる。いや、これさ、チャプター1であのハードモードであんだけ敵が強かったらさ。出口はこっち、急いで。これ後々やばくない？相当戦略を練っていかないと勝てないな。まさかここまでハードモードだとは思わなかった。クラウド何してるの？早く来て。本当にさすがのハードモードだ。急いで急いで。黙って登れ、その方が楽だ。特殊戦闘員ね、私見破るしてないからしないといけないの。そう、みんな忘れてたら言ってすぐ忘れるから。しかもさ、見破る持ってんの今バレットだよね。バレット、先に行け。ジェシー、扉開けんのが優先だ。でも、あ、ここでバレットと一緒になるんだっけ。それは問題ね。ソルジャー様が一緒だ。これは見破ってる。オッケー、ここは見破ってるから大丈夫。バレット、5秒でやるぞ。あれ、あいつらと合流すんの。早くここから出ねえとな。そう、急に電波なくて落ちちゃった。そう、あのアイテムが使えないのがやっぱ痛い。今までさ結構アイテムに頼ってたから、ここあれが出てくるやつじゃん。やっぱりまた眠らせれば。えっ、やっぱりな、これが出てくると思ったんだよ。やってみな。もうさっさと落としちゃう、これ。こっちだな。なかなか落ちないな。仕上げだ。そんな落ちなかった。あ、やっちゃったな。さあ、出そう。隙を使おう。ねえ、ど
しようかな。刻む。この。あともうちょっと。3なら使っていくか。オッケー。終わった。いいよいいよ。MP はちょっと大事だから。あと16分。ここ何もなかったっけ？あ、開けてる、開けてるわ。上行くんだよね、これ確か。あ、違う。私これさ、1回目の時さ、すごい入り迷わってなかったっけ。沈め。よいしょ。ちょっと回復、回復したいから、回避しながら。あれ、もう終わっちゃった。終わってるわ。騒ぐほどじゃない。でもこれちょっと戦闘難しいんだけど、やっぱ戦闘面白い。ハードモード難しいけどこれ面白いな。考えながら戦うのがすごく面白かったし。あ、これ、あ、これ嫌がってるわ。反撃の構えがちゃんと使えるようになったから。これ上に、上に行くんだよね。あれ違った、合ってるよね。これ見破ってるわけ。あー、この戦略ちょっと戦いづらいな。いけ。一気に叩き込む。ちょっと後ろから来てなのか。頭だったな。終わりだ。そんなもんかよ。仕上げだ。まあ、さあ、あ、反撃の構えがすごい強い。OK、で、どこだどこだ、あと一匹、これだ。邪魔見やがれ。OK。それだけでも勝てたな。ちょっと待って、これ。回復使えないのか。オッケーオッケーオッケー。あ、吉中圭さんこんばんは、いらっしゃい。カードは後々きつくなると思いますが頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。これ見られてるんだよ。はすごいよな、この状態でこの冷静さ。さあ早く
くこっち行くこっち立てるか助けてもらおうと思ってわざと転んでみたの迫真の演技だったやっぱ反撃の構えすごい便利だよねあれをちゃんと使えれば結構戦いはいい感じにね進めれる気がするさあ走ろうこれランナー見てもやっぱ見入っちゃうね MV はすごい。お、一生ハードモードクリアした。そう、私最初普通に迷ってった。普通に迷子になったよ。全員いるな。怪我はねえみてえだな。爆発が派手すぎねえか。爆弾はレシピ通りに作ったはず。でも気化した魔法が反応してるのかも。これは町まで行っちまったかもな。町より星だろ。星の命ちょっとは伸びたかな。そうじゃないと困る。さあ外に出よう。ここ八番街でしょ。まだ先っす。よし先導してくれ。了解っす。ここから第二章だね。あちこち漏電してるっすよ。気をつけて。とりあえず一回セーブして、これ第一章であんだけ難しかった第二章もやばそうだな。ねえジェシー本当に可愛い。もう本当見とれちゃう。そうなんかねストーリーをさもう一度追うとさ、初見ではさ、気づけなかったことに気づけたりとかして、またすごい新鮮な気分で見れるのよ。ああ、鉄臭い、錆臭い、新鮮な空気かも。どうしようかな、どこまで進もうか今日。外出るところらへんまで。この鼻腔を切り裂く酸っぱい匂いはなんだ？俺か。変な汗いっぱいかいたからな。変な汗いっぱいかいたからな。匂うらしい。まずはハードを一色におめでとうございます。ありがとうございます。爆発止まらねえな。潰されちまう前に出るぞ。魔法濃度、触媒、まさか火薬。多分ね、ここ戦いとかなかったと思うから、とりあえずぐーぐー外出るとこまで。アジトまで我慢してろ。次はお弁当を持ってこなくちゃ。あ、そうだ、宝箱あるわ。ウェッジ、まだ？もう少しっす。ここそんな長くなかったよね、抜けるまで。あ、ほんとだ、 MP 回復してる。ハードって速攻でレベル上がるなって。あれ、私始めた時何レベルぐらいだったっけ。38ぐらいだったっけ。36とかだったっけ。今41まで上がってるね。こっからまた MP を考えながら使って進んでいかないといけないんだな。あ、リサリサさん高評価ポチありがとうございます。ありがとう。あの辺りから出るのがいいっす。じゃあ爆弾仕掛けるから離れて。あ、そうだ、爆弾、爆弾仕掛けてたな。待ってろよシャワー。待ってろよシャワーって。あ、ハードって経験値2倍なんだ。いやでもそれぐらいないとめっちゃ難しいもんね。あ、38だった。ってことは38、39、40、41、もう3も上がってる。一章を進めるだけで3上がってる。爆発！
空いてる。邪魔者はコッパみじん。さあ行こう。邪魔者はコッパみじんって可愛い言い方して結構言い方がすごいな。緊急事態発生。こちらはジンダカンパニー機体策本部です。一番魔航路が何者かの攻撃を受け爆破されました。現在も断続的な爆発があり火災が発生しています。1番街および8番街は警戒区域に指定されました。この辺りは建物の倒壊の恐れがあり瓦礫やガラスが落下する危険があります。8番街にいる。予想以上。こりゃいくらなんでもやりすぎっすね。今さら何を。ああその通り。俺たちはこの先ももっともっと魔航路をぶっ壊す。星の命を救うためにな。そう、星の命を救うためにだよな。覚悟を決めて始めたことだ。まだ始まったばかりっす。俺たちの活動は星を救う。そのために必要な犠牲は払う。ああ星だけじゃねえ、お前らの悲鳴が聞こえるぜ。はっ、上等だ。全部俺が背負ってやる。不安、疑問、悩み事、それから報酬もまとめて俺に追っかぶせろ。で、リーダー、どうするよ。計画通りだ。全力で逃げる。全力で逃げる。なんかこうやってさ、クリアした後にあの今のバレットのさ、全部俺が背負うって言ってるあの言葉がさ、分かってるからこそなんかやっぱグッとくるものがあるね。八番街ステーションから最新の。これだけの思いで。一旦ばらけて貨物車に。みんなの思いを。じゃあ後で。背負ってたんだろう。ホーニー。約束の金は。アジトに帰るの。作戦だ。しかもちゃんとマリンを抱えてさ、父親の立場でこんなみんなの命もちゃんと背負ってさ。トントン。これ、ソルジャーならわかるよね。回復マテリア、当然だ。あげる、助けてもらったお礼。仕事のうちだ、礼はいらない。いいからいいから、おかげで今、私はここにいる。生き延びるのは運がいいやつか、強いやつだ。あんたがどっちかは知らないけど。しみる。これはもらっておく。使い方は知ってるよね。俺を何だと思ってる。大丈夫、知ってるよ。倒れる前にちゃんと使ってね。それからこっちは新入り君の度胸をたたえてスリル満点のご褒美。じゃ貨物車で。貨物車で。オッケー。どうしようかな、どこまで進めようかな。ここからもちょっと長かったよね。確かなんかあちこち行くんだっけ、違ったっけな。あ、どこまで進めようか。今12時24分でしょ。ここで終わるのが一番いいかな。とりあえずね、12時半ぐらいまでしようかなと思ったけど、あと6分でどこまで行けるかって考えると、なんかすごい中途半端なところで終わりそうじゃない。ティファのところまでってなると多分、ちょっと時間かかるかな。アジトまで戻るのはちょっと時間かかるだろうしね。そうだ、駅、まず駅に行かないといけないんだよ。
暴れたのことわかる？すごい染みるよね。なんかどれだけの覚悟を背負ってこれをやってたのかって、すっごい本当にストーリー終わった後だからこそさらに思える。あ、やっぱここら辺か。やっぱここがいいか。よし、じゃあ今日はここで終わりましょうか。もうちょいね、時間があったら、もうちょいできたけど、明日もお仕事なのでね。あ、そうだ、あれだね、そう、敵が結構出てきてたしね。これはまた次回の持ち越しということで、本日はここで終わりたいなと思います。いや、ハードモード本当に脳筋じゃ無理だった。あ、そうだよね、エアリスまでもたどり着けないよね。ハードモードはね、ほんと舐めてちゃダメだね。これはちゃんと戦略を練りつつやっていかないと先に進めないことがよくわかった今日。本当に難しい、難しいけど、難しいからこそ燃えるねこれ。しかも楽しい。いや、ほんとさ、調子まだ良くてよかった。 YouTube ずっとくるくるだったらどうしようかと思ったしね。よし、それでは皆さん、遅い時間までお付き合いありがとうございました。今日は第1章をクリアということで、次回はね、この続きからやっていきたいなと思います。第2章もね、なんとかクリアしていきたいな。それでは皆さん、お疲れ様でした。おやすみなさい。あ、高評価ポチありがとうございます。ありがとう。それではみんな、おやすみ、またね、バイバーイ。